それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば16号を尋問することもたやすいでしょう。黙りなさい。あなたの希望など聞いていません。自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与えて何が悪いのです？まさかとは思います。あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか？だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。奴の真意は分かりませんが、何か別の目的があるはずです。本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか？私にそのような口を聞くとは、ずいぶん偉くなったようですね。いえ、誤解です。フリーザ様、これはフリーザ様の中にいるクズに言ったのであって。ま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です。それ相応の働きができなければどうなるか分かりますね？もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますよ。チッ、フリーザの野郎。何か言いましたか？いえ、何も。